逃げたぎってきたぜ。どうも逆襲の魚群おじさん龍です。さあ本日なんですけれども、ナンバーズ37希望シリーズスパイダーシャークっていう、まあ、最強モンスター、そして、深淵に潜むものという最強モンスター、皆さんご存知でしょうか。これはなんか魚群最強、お魚最強モンスターですね。このモンスターたちって大体サメの領域であのスキル使って出しているっていうのが、まあ、主流だと思うんですけども、サメの領域多分ね、なんかそのうち修正される気するんですよね俺。なんですけど、そんなことをしなくてもお魚さんは出せるんですよ。これ新しくね、新パックにて追加されましたこのカッターシャークというモンスター、これバカみたいに強いんですよね。これあの新パックの予習放送でもやりましたけども、カッターシャークっていうのは1枚衝動なんですよこのカード。まあサメの領域でいうとこの、まあ、ディーバみたいな感じです。自分のフィールド上の水属性モンスター1体を対象にして、そのモンスターと同じレベルでカード名が異なる魚属モンスター1体をデッキから守備表示で特殊召喚すると。で、このカード発動したら短縮路地まで自分はエクストラデッキから、エクシーズモンスターしか出せないよっていう縛りがついてるんですけども、これねこいつ1枚さえあれば、要はこいつ自分を対象にとってデッキからレベル4の魚塚モンスターを出してこれるんで、これで4が2体並ぶんですよ。だからもう簡単にね、この辺のモンスターが出せると。でね、サメの領域じゃなくてもなんかいけるなっていうことに気づいたんで、今回スキルスーパーロマンスキルにしてきました。これ使うか分かんないけどね、このスキル逆襲のシャークっていうこれスーパーロマン性の高いスキル。自分のライフポイントが相手より低い時に使用できるよ。自分のフィードのランク4以下の水属性海連続のエクシーズモンスター1体の攻撃力をターン始動時までそのエクシーズ素材の3枚につき1500アップすると。3枚につきです。だからもう3体エクシーズをしないと意味ないっていうね話あるんで、マジでロマンなんで、これじゃなくても別にいいんですけど、正直なんか他のなんかスキルにしろよみたいな話あるんですけど、今日はですねこの逆襲のシャークっていうスキルに してきました。別にこれじゃなくてもいいです。で要はこいつの打点を4300にして殴りたいっていうだけなんですけどね、個人的にはね。でまあ決まるかどうか分かりません。でカード、他のカードの、説明していきます。プリンセス、このモンスターは自身をリリースすると、除外するとこれレベル4以下の魚族を特殊召喚できるんで、効果無効にせずに。だからこのカッターシャークを、ね、出してこれるんですよ。だからまあカッターシャーク4枚耐性ということですね。で、あとはこのランタンシャークは、召喚に成功した時に、手札からランタンシャーク以外のね水属性のモンスターを出せるんで、ランタンシャークでカッター出したりとか、ランタンシャークと、まあ、サイレントアングラーとか、こんな感じのムーブすると、またそれはそれで4が並ぶと。で、サイレントアングラーは水属性がいれば特殊召喚できるんで、まあ、これも4が並ぶと。いうことで、結構この3枚が揃ってるとマジで宇宙みたいなムーブができるんで、結構そのスパイダーシャークとデッドリシーンとかね、そういうこともできるんですよ。まあランク4だったら何でもできるんで、別にデッドリシーン以外にも入れていいんだけども、まあ除去できるカード多い方が強いなと思って、これだからサメの領域は水属性カード以外入ってるとダメなんだけども、このなんかスキルどれでもいいから別にこのスキルだからデッドリシーンでもできるんですよ。強いですよねこれ結構ね。で防御札はまあ本当に相手の先行制圧モンスターを潰せる月の書とか、バック除去できる、局所的ハリケーンコズミックサイクロン、まあ、これは逆襲のシャークを打ちたいっていうだけなんですよね。スキルでライフ減ってる状態じゃないといけないから。であとはモンスターの効果無効にできる、デモンズチェーン、レビューにが辛すぎてマジで無理なんでデモンズチェーンをぶち込んでいると。であとは狡猾な落とし穴っていう、まあ、ここちょっと局所1枚だけちょっと入れたくてワンキルできるんでこのデッキなんで、局所的ハリケーンと狡猾な落とし穴を11にして積んでるみたいな、そんな感じです。スキルマジでこれじゃなくていい感じするんで、ちょっと皆さんはね違うスキルをね使っていただければいいのかなと思っております。でもう一個は忘れてた、説明するの、カッターシャークとランタンシャークってこれ水属性モンスターのエクシーズスターにする場合3か5にできるんですよ。だからナイトミアシャーク出ます。はい、以上です。早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ、逃げたぎってきたぜ。逃げたぎってきたぜ。デュエル、カッターシャーク強いぜ。カッターシャーク本当に優秀だよね。これ1枚でさランク4出せるのめちゃめちゃ強いわ。しかも縛りつかねえし、なんか何でも出せるし、カッターシャーク1枚で。この効果の発動後ターン終了時までエクシーズモンスターしか出せないっていう制約がつきますけど、
特になんか水属性じゃないといけないとかないんですよ。だからカッターシャークで、まあ、もちろんデッドリーシーンとかね、なんか深淵の宣告者、深淵の宣告者ね、深淵に潜むものとか出せるんで、とりあえず強い、脳死で強い。さあカッターシャークを召喚。ちなみにカッターシャークは見た目ちょっとランタンシャークといまいち区別がつかないと言われているぜカードイラストで若干つかないと言われているぜ。さあカッターシャークの効果を発動、自身を対象にとってあれだぜ、エクシーズ召喚をするためのなんか宝塚モンスターを特殊召喚できるぜ。これで狡猾か、狡猾、まあ、ちょっとできればねコズミックね、フィールドアモンに打ちたいんですよね基本的には俺。だからトラミットってちょっと難しくて、ブリング苦戦にはやってもね、意外とフィールド魔法をね割ってあげたいみたいなとこあるんですけど、さあどうしようこれで。セットとりあえずバトルフェーズ入ります、バトルしますよと、でこれでぶん殴りますよと。まあで金、あでもこれあれか、そうして、まあ、そうなるか、まあ、そうなってそうなるで破壊されるのかなこれ。ああオッケー、まあでもあんまり痛くないから、スパイダーシャークは死んでもそこまで痛くないからオッケー、全く問題ない。じゃあまあとりあえずそれはやられましょうか。で、スパイダーシャークの効果発動、破壊された場合墓地から、モンスターを特殊召喚できる。さあ水属性モンスターであるカッターシャークをもう一度特殊召喚、攻撃はまあストップか。でコズミックサイクロンで、まあこれフィールド魔法の方がね多分ねいいんですよね、これ除外したったら結構相手なんもできないと思うんだよな。これで多分いいと思います、トラミットは。だこっちの方が多分辛いと思う。でターンしようか。であとはそのこの罠の2枚でモンスターを止めて、またこっちはねカッターシャークがいるんでまた特殊召喚していくと。カッターシャーク以上名称単位なんでカッターシャーク2枚あっても無理なんですけども、まあ、一応カッターを守れば次のターンまた展開をしていけるといったところ。さあ言うて相手結構フィールド魔法全部3枚除外したんで結構辛いはず。さあトロミットマスター OK だろ、トロミットマスターの効果で、あーそれはもう一枚じゃああれかな、パルスかもしれないですね。もう一枚パルス、まあこれで狡猾は多分ないので、あそこ伏せ、あそこの伏せ多分狡猾はないから、あーでもこれ突き押し打つ必要なかったな、反転したらもう一回方が使うんじゃない、間違えた、普通に間違えたわ。あーちょっとこれ普通にミス、まあでもデモンチェーンあるからいいか、デモンのチェーンあるからいいわ。普通に間違えたんですけど、あーキングゴレムですね、はい了解です。なるほど、ミニシンサルキになったよと。あれ多分パルスなんじゃないかな、もう一枚、まあ、バトルフェーズに入った瞬間にデモンチェーン打ちますよと。トラミットって本当ね止めどこ間違えるとすぐぶっ壊されるんで、止めどこだけは間違えないようにしないといけないですね。でドロー、サイレントアングラー、あこれはね強いかもしれない。でカッターシャーク効果、そうカッターシャークの効果によってカッターシャーク自身を対象に取り、カッターシャーク以外のモンスターを特殊召喚できる。そしてお魚天国をしっかりと出していく、サイレントアングラーでいいか、サイレントアングラーを特殊召喚。そしてサイレントアングラーを特殊召喚、サイレントアングラー特殊召喚。さあサイレントアングラーとサイレントアングラーでオーバーネットワークを構築、開口流シャークドレイクも出せますね開口流シャークドレイクちょっと出せるんですけど、逆襲のシャーク出せるんですよ、ちょっと相手癖あるんで、ちょっと申し訳ないけどこっち出すしかないわ。しかもなんかキングオリも貼ってあるし、ファイダーシャーク、そしてさらにカッターシャークを召喚、カッターシャークとカッターシャークでオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚。サメちゃんだけじゃないんだぜこのデッキは、現れろ。ナンバーズ70デッドリーシーンの効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い、お前のモンスター一体をこのターンゲームから除外させてもらう。行くぜバトルフェイズ、行け。これは強いね、やっぱりね、ここまでの展開力が
見込まれますね。これ強いですね、非常に。ランク4人体2体ね、一気にババって展開できるのがねいいところだよね。これサメの領域使ってませんからね、これ最強だわ。さあお相手の方、隠れ巨乳さんじゃないですか。よろしくお願いします。デュエル3倍、隠れ巨乳さんじゃないですか。あ、ゴズッキー、あー知らないかな、ゴズッキーなんだろう、知らないんだ、珍しい絶滅危惧種と言われていますね、知らない。あー挨拶刺さりそう、めちゃくちゃ挨拶刺さりそう。おはようございます、はい、ありがとうございます。ランタンシャークを攻撃表示召喚し、ランタンシャークの効果発動、ランタンシャークの効果によってカッターシャークを特殊召喚、そしてカッターシャークのモンスター効果発動、カッターシャーク自身を対象に取り、カッターシャーク以外の水属性モンスターを一体特殊召喚できる。デッキからランタンシャークを特殊召喚、そしてレベル4のカッターシャークとレベル4のランタンシャークでオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚。これで勝てないか、コズミックがね一発あればよかったんだけど、コズミック一発してればな、ちょっとねこれするしかないっすわ。レベル4が2体でオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚、ナンバーズ70デッドリーシン、さらに手札より先に効果つけた、デッドリーシンの効果発動、オーバーレインユニットを1つ使い、ゴズッキーをゲームから除外させてもらおう、そしてサイレントアングラーを特殊召喚、サイレントアングラーとランタンシャークでオーバーレインユニットワークを構築。はい神ゲー、いらないぜサメの領域なんていうチートスキルはな、十分これで戦えるぜ。さあなんかね、うちの幹部会のメンバーがね、悲願デッキ救ってきたって言うんでね、悲願デッキちょっと救いますって言うんで、ちょっと、対戦します。ほう、まあちょっとランタンからいくのってここなんで、プリンセスからいきましょう。ランタンからいくと死んじゃうからね相手。さあカッターシャークを召喚、カッターシャークの効果を発動、カッターシャークの効果によって自身を対象に取り、レベル4のモンスターを一体特殊召喚できる。さあランタンシャークを特殊召喚、そしてレベル4のカッターシャークとレベル4のランタンシャークでオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚。ナンバーズ、こいつなんだっけ、 37? 30いくつだっけ、37、美貌しきるスパイラーシャーク、逃げたぎってきたぜ。カードを2枚セットしてバトルフェイス、スパイラートルネード、ラン終了。さあどうやって救うんだい、ドローステンスハイレベル、なるほど、ドローステンスハイレベル、はドローステンスハイレベル、ドラゴネル悲願はね、特に単位置制限とかな、名称単位置なんですけども、特殊召喚できるんですよね。で悲願の他のモンスターが、いない、あいると死んでしまうっていう、そういうなんか非常にね悲しみを背負っている。おっとすごい展開力だ、何レベル3が3体来るぞ、ユーマレベル3が3体、天才だわやばすぎ、天才デッキ来た、悲願オベリスクとかいう劇的にやべえデッキ来た、やばい助けてくれ、スパイダーシャークの効果発動、打点を1000下げるが、やばい、回答あるのか、俺回答あるのか、あのデッキに、あのデッキ回答あるのか、回答ないんじゃないか、対象に取るカードしかないぞ。あで待てよ、カッターシャークでこれランタン残したっけ、ランタン、ああああれもしかして回答ない、あ回答あり、回答あるわ、回答あるの笑う、俺はこの2体のモンスターをレベル3として扱い、ランク3のオーバーレイ、ナンバーズ47ナイトメアシャーク、そしてランタンシャークを召喚、ランタンシャークの効果発動、ランタンシャークを特殊召喚、さらにレベル4のランタンシャークとレベル4のカッターシャークでオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚、不合死流ファイナーシャーク、そしてナイトメアシャークの効果発動、
オーバーレイユニットを1つ使い、ナイトミアシャークはこのターンダイレクトアタックをすることができる。バトルオベリスクを飛び越えていけ、神を越えていけ。大戦ありがとうございました。いや、タイトあるかーい。